サインするシャークショーンシャークは、アメリカ合衆国の男性元総合格闘家。ミネソタ州セントフランシス出身。ミネソタマーシャルアーツセンター所属。元 UFC 世界ライト級王者。筋骨流々の肉体と性のシャークをかけて、ザマッスするシャークの異名を持つ。20年以上のレスリング歴を生かした、テイクダウンとグラウンドパウンドを武器に、 UFC 世界ライト級王座を獲得し、現役時代には MMA ライト級における最強候補の一人と目されていた。1973年8月5日、ミネソタ州セントフランシスで生まれ、7歳からレスリングとウェイトトレーニングを始める。レスリングを11年間続け、その間に400試合以上をこなした。1994年にグレッグネルソンが主催する、 ミネソタマーシャルアーツアカデミーへ見学に行き、そこからボクシング、ムエタイ、シュートレスリングのトレーニングを開始した。1999年、総合格闘技デビュー。カロッパリジャン、マニーガンブラン等に勝利し、MMA デビューあと15連勝を果たした。2001年7月29日、パンクラスで国奥基地主任と対戦し、0から0の判定ドロー。 キャリア16戦目にして連勝がストップした。2002年3月22日、UFC36 で中尾家太郎と対戦し、3から0の判定勝ち。2003年4月25日、UFC42 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで王者のマット・ヒューズに挑戦し、0から3の 5R 判定負け。キャリア21戦目で初黒星を喫し、 王座獲得に失敗した。その後、2004年2月15日のプライド武士同、その2体での上山隆起戦を含み12連勝を果たし、MMA 戦績を31勝1敗1分とした。2005年11月19日、UFC56 で、後の UFC 世界2階級制覇王者ジョルジュ、サンピエールと対戦し、パウンドデニティコ負け。連勝は12でストップし、 ギャリア2敗目を喫した。2006年4月15日、UFC59 で、ニック・ディアスと対戦し、3から0の判定勝ち。UFC 世界王座獲得2006年10月14日、ライト級転校初戦となった、UFC64 で、2002年3月のジェンス、パルバーの返上以来4年半以上9位となっていた、UFC 世界ライト級王座決定戦で、 ケニー・フロリアンと対戦し、スード・テイクダウンを奪い、壮絶な打撃戦を繰り広げて3から0の5、R 判定勝ち。王座獲得に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。世界王座陥落2007年7月7日、UFC73 の UFC 世界ライト級、タイトルマッチで、エルメス・フランカと対戦し、3から0の5、R 判定勝ち。 大座防衛に成功したが、試合後の薬物検査で、両選手ともにステロイドの陽性反応が検出され、カリフォルニア州アスレチックコミッションから2500ドルの罰金と1年間の出場停止処分が課された。処分の撤回を求めて控訴していたが、12月4日に行われた校長会で、出場停止処分は6ヶ月に短縮されたものの、処分の撤回とはならなかった。 それに伴い、UFC 世界ライト級王座を剥奪された。2008年5月24日、UFC84 で、自身の出場停止処分中に王者となった、BJ ペインと UFC 世界ライト級タイトルマッチで対戦。3R 終了時、ダメージにより試合続行不可能となり TKO 負け。王座獲得に失敗した。2008年10月25日、 UFC90 でタイソン・グリフィンと対戦し、スタンドでの打撃戦で優位に立ち3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年5月23日、UFC98 で、後の UFC 世界ライト級王者フランク・エドガーと対戦し、0から3の判定負け。二千十年九月十五日、u f c 百十九でエヴァンダ・ナムと対戦し、 肉白の展開を繰り広げにから一の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。過去に追った度重なる怪我の古傷で負傷が重なり、リハビリを続けながら2011年秋頃の復帰を目指していたが、結局実現することはなかった。2012年10月、リハビリを終え、2013年初頭に復帰する計画があることを明かした。 2013年9月2日、総合格闘技からの引退を発表した。2016年2月20日、UFC からのオファーを断り、ベラトアでホイス・グレーシーと戦うために復帰することを表明したが、これも実現せずに終わっている。ありがとうございます。